タボアデーラは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカデオーレンセに属する。ガリシア統計局によると2009年の人口は1697人。住民骨肖は、男女同系のタボデランス。ガリシア語話者の自治体住門に占める割合は98.09%。タボアデーラは、オーレンセ県の北西部に位置し、コマルカデオーレンセに属する。 隣接する自治体は、北がサンシブラーを出すビーニアス、北東がパデルネでアジャリス、東から南、南西にかけてがアジャリス、西がアメルカである。サンタマリーアデトラン教区にトランの塔と呼ばれる廃墟がある。これは城郭の塔であったのではないかと考えられている。建物は11メートル ×8 メートルの長方形で、高さはおよそ12メートルで、 味方の壁に細長い狭間のようなものがある。自治体主張は、ガリシア国民党のマヌエル・ガジエゴ、ビラ、自治体評議員は、ガリシア国民党、五、ガリシア社会党、二、ガリシア民族主義ブロック、一、バタ、一となっている。タボアデーラは六の教区に分けられる。ネーラ、カルロス、エボリューシオンのウソ・ドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ、プラザ・プーブリカ、 http, プラザ、ガル、リクールソ ,1263, エボルシオンのウソドゥージェリゴポルコンチェロズディショナーリオゼオグラフィコイラストラードデガリツヤボリューム 25, p138 から 140, ジオグル。パブリケーションズ ,2009, ISBN 978から8461358434。 パブラシオネスデーチョデスで1900アスタ1991シフラスオフィシャルズでロースセンソスリスペクチボスシフラスオフィシャルズでパブレーシアンリザルタンツデラレビシオンデルパドロンミューニシパルウェイチでエネロありがとうございます